はい、行きましょう。フェスマッチ、金目鯛美術館ですね。今回も変わらず、96、ガロンデコです。いやー、相手チームチャージャーと、ジェットスイーパーか。あれは気をつけよう。さてと、チャージャーがおるんだったら、ちょっとあんまりうかつに、あ、そんなとこで危ない。あんなとこにいるのか。うかつに前に出れねえと。うわ、スーパーショーかよ。スーパーショーやめい。危なかったね、今前出すぎたよね。一見、深追いしすぎた。気持ち飛んどくか。よし、今んとこ順調だけど、1分あったら、ひっくり返されてもおかしくないけんね。全然気を抜けねえ。うわ、変なんつけられたけ、やばい。やばいぞ。なんつけられたら戦いにくいぞ。ガー、攻めた相打ちに下がった。攻めた相打ちだろう。お、いいね。いいぞ。今んとこまでいけてる。まあ、それそうなるわな。それそうなりますわな。どう？飛べる？飛べちゃう？危ない。あーっと危ない。待ってよ。待ってよ。ちょっとでも脱ぐ。これはいけたでしょう。これはいけとるじゃろ。OK。あーでもそんなに、あれだな。全然差は、ねえ、大きく開いてなかったな。あ、危な。あー、でも勝ってたけ、よかった。70ポイントいったね。んじゃけ？あと6回か。6連勝で終わりかな？ 6-5-30 だけな。うん。よっしゃ。6連勝くらいしたいね。お、メンバーが固定してきた。みんな、勝てるチームは話すまいと。やっぱそうなるよ。それそうなる。うん。やっぱ武器と武器の相性もあるしね。よし。勝てるように全力でいこう。相手がどんなん来るかなんだよね。結構上手いチャージャーの人が一人おると、結構怖いよね、もうね。そんだけで脅威になるけど、でもよっぽど上手くない限りは、まあ、塗る面積で勝負だからね。そこで、結構チャージャー選ぶ人多いなぁ。なるほど。まあでも、好都合っちゃ好都合だろ。よっぽど上手くなければ、なんとかなるじゃろ。気になってこっち側から、よいしょ。危ない。
ちょ、危ない危ない。あんまりあの辺ぐるぐるせん方がいいよ、もうほんまに。危ないからね。危ないね。危な。危ね。めっちゃなんかバンバンなってる。あんま中入らんほうがいいね。あんま向こう行かんほうがいいね。そっからか。取る？消えたか。向こう行ったか。うわ、え？どっから狙ってんの？そこか。なかなかいいとこからクリアないか。危ないなぁ。あんまりいらんことしようたらほんまに やばいね。あぶね。結構貪欲なやつがおるけど怖い。よっしゃぁ、負けねえんだ。お前らには負けねえんだ。よいしょ。あれ？あ、こいつか。とりあえずここだな。です。さあ行け。さあ行くのじゃ。行くのじゃ。危ない。さあ行くのじゃ。かあ行け。くえ。あ、でも勝った。チャージャーは手強かったけど、うん、大丈夫。それ以外が大丈夫。あー、ちょっとチャージャーはなかなかだったな。なかなか強い人おったな。まさきっていう人。うん。OK。総合力ですからね。よし、じゃあ終わりましょう。ありがとうございます。